私の JBN 芸能界テインメントワールドチャンネルへようこそ。嵐、大野智史だけが大興奮。重森さとみ初めて会った有名人の意外な正体。年末年始という芸能界が最も忙しい時期に仕事の合間を縫って船を出すほど、釣りが大好きな嵐の大野智史。同じく釣りを趣味とする相川翔にルアーをもらったり、時を松岡正弘に釣ったマグロをさばいてもらったりと釣りを通して先輩たちも交流を深めている。そんな大野が11日放送の VS 嵐フジテレビ系でフィッシング界の大野エピソードに大興奮する場面があった。嵐メンバーがゲストとオリジナル体感型ゲームで対戦する同番組。この日の対戦相手は芸人陣内智則をはじめとした兵庫にゆかりのあるタレントチーム兵庫で、嵐メンバーと共に戦うプラスワンゲストは俳優の陣内孝則とタレント重森さとみが登場した。ゲームの合間にはさまざまなお題に沿ったトークが繰り広げられるが、今回は初めて会った有名人の話に。大野は桑野真嗣、クワマン、二宮和也はタッキー、滝沢秀明と語る中で、重森が初めて会ったという人物は村田はじめだと勢いようと話す。周囲が名前を聞いても股間とする中で、あのバス釣り会の大野と重森が言うと、ああはいと大野だけが笑顔を見せたのだ。村田は日本におけるルアーフィッシングの先駆者で、釣り業界では超がつくほど有名な人物。なんとファンクラブまで設立されている。まさに釣り人には憧れの存在。重森家はミナバス釣りが好きで、かつて放送されていた専門番組釣りロマンを求めてテレビ東京系に応募したところ、家まで村田が来てくれたのだとか。それを聞いていた大野は、うわー羨ましいわーと心の底から羨望の声を上げ、またもや笑顔。桜井翔からも今日一テンション上がったもんねと突っ込まれるリーダーなのであった。口ぶりから察するに、釣り好き大野といえども大野の面識は未だないようだ。村田は多くの釣り雑誌などに連載を持っているようなので、大野との対談などを期待したいものだ。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。